本物のリンクですからね。冷たい。変わらないな、ここは。ねえねえ、さやかちゃん。あ、はい、何でしょう。滑りに来たんだよね。早く行こう。そうですね。では最初はハの字で立ってみましょう。よし。あだ。カホさん。結構難しいね。慣れれば滑り始めるくらいまではすぐですよ。転んでも頭を打たないようにってことだけ気をつけて、ゆっくり滑っていきましょう。うん。さやかちゃん、さやかちゃん。何ですか、何ですか。私も頑張るけど、さやかちゃんがフィギュアスケートしてるとこ見たいな。あ、私が。うん、ダメかな。そうですね、今は人も少ないみたいですし、ちょうどいいといえばちょうどいいですね。わかりました。あまり期待しないで見ていてくださいね。うんうん。あ、では行きますね。久しぶりだけど、思ったより動けそうな気がする。よし。みたいじゃなくて、そうなんですけど。でも、カホさんが楽しんでくれているんだから、もう少し、頑張ってみましょうか。私のフィギュアを。すっごーい!さやかちゃん!なんだか、楽しいな。ねえ、すっごい綺麗ですね。え?あ、はい、そうですね、すっごい綺麗です。ほんと、なんていうか、さやかの几帳面な感じとか繊細な感じが出てるというか。それに、さやかちゃん楽しそうで。そうですね、ほんと、変わったな。あの、さやかちゃんのこと知ってるんですか?はい、結構知ってますよ。でも、前のさやかとは大違い。もう、うまくやらなきゃ、とか、思ってないんじゃないかな。え?ああ、ごめんなさい。お邪魔しちゃいましたね。あの、一つ聞いてもいいですか?何でしょう。さやかちゃん、前とは大違いって。もちろん褒め言葉ですよ。今のさやかは、昔とは全然違う。きらめきがありますよ。ではでは。あ、今の人、さやかちゃんの昔の友達かな。お話ししていかなくてよかったのかな。うん、本当に楽しそうで綺麗で、見とれちゃうくらいだよ、さやかちゃん。
後の方は柵にも触らずに一周できたし、ひょっとしたら次はもっと滑れるようになるかも。またさやかちゃんと一緒に来たいな。梢先輩とつづり先輩も呼んだりして。すみません、遅くなりました。ううん、全然待ってないよ。でもすごい囲まれてたね、さやかちゃん。そうですね。やっぱり久々に顔を出したからというのもありますが、大会に出るのかどうかを聞かれてしまって。大会？はい、実は週末に地区の大会があるんです。そうだったの？ごめんね、本当にわがまま言ってついてきちゃって。ああ、いいんです。それは本当になかなか踏ん切りがつかず、今日まで引っ張ってしまったのは私ですから。それはスクールアイドルの練習が忙しくてとか？いえ、むしろあのスクールアイドルとしての楽しい毎日がなければ私はここに来ることもできなかった。だからカホさん、今からあまり良くないことを言います。え？はい、何でしょう。私今日うまく滑れないと思っていました。え？もう私の体はフィギュアから離れてしまっていて、大会なんて夢のまた夢なんじゃないか、そんな風に思っていました。そしてそれならもう諦めもつくのではないかとも。でもすごく綺麗だったよ、さやかちゃん。ありがとうございます。実はそうなんですよね。え？こんなにブランクが空いたのに、今日の私を見たみんなが前よりずっといいと言ってくれました。だからぜひ大会に出てみないかとも。これはひとえにスクールアイドルとして培った経験のおかげです。そっかスクールアイドルで頑張ったから。じゃあ本当によかったね、さやかちゃん。はい、だから出てみます、大会。私頑張りますね。そうだね、うん、応援してる。さやかちゃんこんなに綺麗なんだもん、きっとすごい結果残せるよ。ありがとうございます。では帰りましょうか。うん、試合見に行くね。それは緊張しますね。村野さん大活躍ね。すごかったですよ、キラキラしてて、さやかちゃん本当に綺麗で。私も用事がなければ行きたかったわ。もう少し部活会も時間に融通が利けば。すみません、遅くなりました。あら、主役ね。え、何？あなたじゃないわ。また村野さんに迷惑かけて、大会の疲れもあるでしょうに。大丈夫です、乙峰先輩。これも仕事ですから。ん？仕事？夕霧先輩連れてくるのが仕事？これは？さやかちゃんが優勝した記事ですよ、おとといのフィギュアの大会で。ああ、さや、おめでとう。はい、ありがとうございます。と言っても夕霧先輩には昨日からたくさんのおめでとうをいただいていますけども。次は梢先輩もつづり先輩も一緒に応援行きましょうね。あ、よろしければぜひお願いします。そうね、私も楽しみだわ。うん、さや、また大会あるの？
はい、実はいろいろ連絡が来てまして、また来月にも県大会があります。なので今日も練習後にリンクに行く予定です。頑張っているのね。応援しているわ。ありがとうございます。より一層身が引き締まる思いです。あらあら、カホさん、私たちも負けていられないわね。そろそろまたライブイベントもあるのだし、頑張りましょう。ライブ、はい、さやかちゃんに負けないくらい頑張りましょう。そんな勝ち負けの話じゃそうね。でもこんなものを見せられてしまったら、私たちも気持ちが入るわね、つづり。次のライブイベント、うん、そうだね。さや、今から練習だけど疲れとかない？はい、大丈夫です。今日もご指導のほどよろしくお願いします。頑張ってね、村野さん。今は忙しい時期でしょうけれど、落ち着いたら大会のお祝いをしましょう。いろいろ考えておくね、さやかちゃん。はい、ありがとうございます。